ウッドブルック・クエーカー・スタディ・センターは、イングランド中部バーミンガム郊外のセリーを駆逐に拠点を置くクエーカーの教育機関。ヨーロッパで唯一のクエーカー・スタディ・センターであるウッドブルックは創設者、ジョージ・キャドバリーが1903年に創設したもので、ブリストロ,ロードに面したキャドバリーの旧宅が施設になっている。ウッドブルックの初代校長は、 聖書学者ジェーレンデル・ハリスであった。このカレッジは1907年から1914年にかけて拡張され、新たな胸の増築、学生社交室の新設、男性養殖者、ホランドハウスの新築などが行われた。1922年には1250名のイギリス人学生と400人の外国人学生がこのカレッジで学んでいた。 個人の霊的成長、進学、創作芸術、クエーカーの役割に関する訓練など様々な短期研修コースを提供している。また、施設は各種の会議等に貸し出されることがある。ありがとうございます。